が、この後ろの方、この生地ですね。この生地を、ズボンと同じ生地にしようと思います。なので、こちらをね、使おうかなと思います。ではね、ズボンをやっていきたいと思います。こんな感じでカットでございます。こっちが前身頃、こっちが後ろ身頃です。持ってきて、後ろ身頃にこういう感じですね。はい、こういう感じですね。まずは脇、こちらを縫っていきたいと思います。縫い合わせました。ではね、今日はあんまり進まなかったんですが、ここまでにしていきたいと思います。はい、それでは陸上フィギュアの、練習やっていきたいと思います。成長したところであったりとか、納得いったところですね。その辺を、動画に収めてみました。これがコンビネーションスピンですね。回転の速度とポジション悪くはなかったかなというふうに思います。なので、もう一回食べるから、今のところちょっとポジションが高いかもしれませんね。はい、こんな感じです。そして、ここからジャンプを見ていきます。イーグルからのダブルアクセル、非常に良かったですね。そして、ダブルアクセル、トリプルトーループ、これはどうでしょうか。トリプルトーループ、これは非常に良かったですね。トリプルトーループ、トリプルトーループ、これも非常に良かったです。あれでもうちょっと後ろの方に流れていくとなおいいかなと思います。はい、トリプルサルコー、これは着地は決まってるんですけど、回転がやっぱり足りません。そして、このトリプルループも、着地時に前傾している形になってますね。トリプルフリップ、これは完全に回転が足りないですね。そして、トリプルルッツ。はい、これは飛ぶときに、踏み切りがインサイド気味です。それでは、虹を見ていきましょう。はい、今日はね、虹の振り付けを、ちょっと紹介しようかなと思うんですけど、まずはトリプルループ、これは非常に良かったかなと思います。そして、このままトリプルサルコー、これも、回転は多分足りないんですけど、着地は非常に良かったかなと思います。はい、そして、ここの助走ですね。フリップジャンプに入るところの助走を、変えてみました。トリプルフリップ、そして、バタフライ、フライングシットスピン、回転が足りないのと、バリエーションの変化のところでちょっと、浮いてしまいましたね。バウンドをしてしまいましたので、減点の対象になってきます。前半一番最後のジャンプ、トリプルルッツ、ダブルトーループ、ダブルループ、3連続つけましたけどね。トリプルルッツは回転不足、そしてインサイド踏み切り、その後のコンビネーションも回転が足りないのと、このレイバックスピンもね、回転が、やはりこう一つ一つのポジションが、回転が足りないですね。そういったところを、見直してやっていく必要がある、あるかなと思います。トリプルトーループ、回転は良かったんですけど、
着地した後が綺麗に流れてませんね。コレオシークエンス。今のところもうちょっと膝をまっすぐしてくれればいいかなと思いますけど、ブラケットからダブルアクセル、もう一個ダブルアクセルで良かったかなと思います。コンビネーションスピン、後半疲れがある中でまずまずだったんじゃないかなと思いますね。はい、そしてステップシークエンス。そしてこの後のここキックするところ、そしてウィンドミル、ここの、形はですね初めて取り入れてみました。キックするところもうちょっとこうフリーレグ足が伸びてた方が綺麗ですね。すくって上を向きます。はい、全体的には前よりは良くなったかなという感じがしますけど、まだまだ改善点がたくさんあります。早く衣装を完成させて、あと2日3日ぐらい衣装が完成すると思いますので、虹を、完成に向かわしていきたいと思っています。ありがとうございました。